まずその初代モンスターハンターが生まれた経緯。経緯、うん、そのネットワークゲームを立ち上げるぞみたいな。コンシューマー家庭用ゲーム機の、うん、オンラインゲームをちょっと作っていきましょうみたいなね、うん、方向になって、そうで3タイトル立ち上がって、 その時に同時に立ち上がったのはアウトモデレスタってレースゲームと、まあ、バイオハザードアウトブレイクっていう、まあ、バイオハザードを使ったネットワークゲームで、もう一つがモンスターハンターということですね。まあ、モンスターハンターが、うん、まあ、カプコンで強いアクションゲームで、ね、オンラインゲームで、藤岡が初代のディレクターでして、そうですね、で僕はその当時はネットワークの方のプランナーで関わってたんですけど、まずモンスターハンターとかモンスター、うん、実は一番初めにできたモンスターってレイヤーなんですよね。あ、リオリエですよね。そうそうそう、まあ、一番最初に上がった後がレイヤーだった、うん、緑色のああい う, こう毒性を持った飛竜みたいなものをまずデザイナーがデザインしたっていう、 それ以上でもそれ以下でもないかなと思ってて、だからあの初代のロゴの上にあるのはレイヤーなんですよね。そうそうそう、だからあの実はレオスと思ってる方も多いかもわかんないですけど、そうなのね。だからその前前身もあったよね、うんうん、モンスターハンターになる前、うん、ああありましたね、ファンタジーを作ろうって言ってた頃は、うん、本当に普通のドラゴンデザインしてたし、うん、もっと本当に王道なスタイル、うんうん、魔法使いもまだいたし、うんうんうん、王道なすごいスタイルだったんだけど、なんか自分たちのオリジナル、うん、ってなんだろうねっていう時に、もうそういう魔法使いとかじゃなくて、で王道なドラゴンじゃなくて、もっと自分たちなりのこのデザインされた生き物をちゃんと作ろうってなって、リオレイヤーデザインしてくれたんかな、うんうんうん、あのアイルもデザインアイルね全然違いますもんね。全然元々デザイナーがやってたのはあのチャチャブみたいな、ちょっとゴブリンみたいなやつですよね。そうそうそう、すごいこうバキバキのもうゴブリンでさ怖いわあれ本当、ちょっとしたことですけど本当良かった、ちょっとしたことだけど本当良かった。俺も言ってたよやったらもうバキバキのもんな怖みたいなやつで、うん、いやマスコットやったからマスコットじゃないマスコット誰が今はもう全14武器種になってますけど、うん、当時はもう6種、もともとが、まあ、でっかいモンスター倒すんだから、うん、ハンター、まあ、プレイヤーの武器もでっかい方がいいでしょ、うん、みたいな、うん、ところから体験とヘビーボーガン、うん、クセ強の2つから始めてたから、うん、そうですよね、初め体験したもんね、ずっとね、体験でその後増えていったのもハンマーとかランス、うんうん、重いのばっかりって、そうそう、ね、これいるやろって言ってさすがにいるやろ、ザクザクいけないやつばっかりでね、そうそうなって片手剣とライドボーガー増やして、まあ、それでなんかキャラクター性が一通り揃ったんよね、うんうん、だからもう、まあ、まずは最初の6武器をちゃんと作り上げようっつって、まずはそっからかな、一個一個の武器がもう全然仕様が違うから癖が強すぎる。特に当時はボタンじゃなかったですからね、スティックで攻撃してたからな、東京ゲームショウとかでこうアテンドするじゃん、なんかまあプレイヤーの遊び来る子触ろうとするやん、大体みんな普通はこうボタンに手やるやん、すぐにピッて、そうだね、ボタンじゃないんですよこれはレバーなんですっつって、ね、まずそこから持ち替えさせるみたいなね、うん、今のモンスターハンター あのプレイヤーの方もそうなんですけど、うん、やっぱアントといったらやっぱりその助け合いであったりとか、 その情報共有であったりとか、うん、すごくなんでしょう、まあ、アントキでそういう言葉あんまりないかもしれないですけど、うん、結構コミュニティみたいながね、そうそうそう、できてたんですよね、やっぱりなんか自然発生してたしね、その助け合うとかね、うんうんうん、昔はもう入ったらこう大チャットっていう、大チャット、みんながチャットの中にダーッと100人ぐらいがなだれ込んできて、でラオシャンロン張ってますみたいな、ああそうそうそう、録画ブワーってずっと流れてて、でそれに群がっていくその人たちがいる、いざ入ったらラオ何したらいいのみたいな、教えてくださいみたいな、尻尾に引かれてやられてしまいますみたいな何してたらいいんでしょうかって、そうですね、そうそう、まあ、ドスからやっぱりコリューそうがやっぱりスポット当たってきてるので、 そうね、そうそうそう、まあ、それもなんか今のひな型になったかなというか、うん、その大型モンスターとしてのモンスターたちっていうのが基本的にはこの世界屋台骨なんだけど、うん、そのワンクラス上のやつらがいるっていう、そのなんていうかな、ファンタジックな部分っていうのをコリューっていうやつらが持ってて、だからそいつらが
出てきたらもう受け入れるしかないみたいな存在だから、うんうんうん、そういう存在をなんか作れたっていうのは、うんうん、なんかモンスターハンターのゲームのデザインしていくとか世界観作っていく上ではなんかすごいあの当時ああいう仕掛けをしといてよかったかなっていう。そうですね、うんうん、本当になんか特別な存在でしたからね。そうそうそうドスの時も特に、うん、そうそうでラージャンとかもそうだし、ね、そのどこでも出てくるすんげえ荒らしてくるやつみたいな、うんうんうん、急に出てくるやべえやつっていうのはなんか作りたいなって、うん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 、ラージャンは今でも大活躍ですからね。大活躍大活躍ですからね。であの大闘技大会っていうあらねありましたねあったやろ捕獲したモンスターを自分のパートナーとして出て、ね、でこの戦えるんですよね、うん、対戦できるっていう大闘技大会っていうものがあったんやけど、ね、ラージャンもゲットできるのね、うんうん、でラージャンがゲットできたらもうほぼ一択でラージャンが強いっていう世界だったんやけどモンスターもこう餌を与えていくと強化できるんだけど、はい、そのラージャンの強化する素材がキリンの角やって、はいはいはい、そう設定できるもんね。そうそうそうで今となってもそれが設定としてはこう、うん、キリンの角を食うっていう設定がラージャンに残ったっていうのは、うん、そこのそっからっていうのがあってそこって思うけどなんかそっからもうキリンの角を食う。もう最近ではデモで出てきますからね。まず携帯基板、はい、これをまあ作ることになったきっかけって多分みんな知りたいと思うけど、はい、僕とかの方もあのタイトルがちょうど、バイオハザードアウトブレイクってタイトルが、終わった後にちょうどその当時のプロデューサーの方から、携帯機のゲーム PSP が、うん、出ていてでそちらの方で、開発をしないかって話を、いただいたのが最初のきっかけになりますね、うん。ドスとの連動っていうのがあって、はい、あの実はヤンガルグ、ガルルガってそこで生まれたモンスターでね。ヤンガルルガ行き来するモンスターみたいな扱いで、はい、あの生まれたのがガルルガなんですよね本当はね。そうですね何かしらこうドスと、ポータブルの方でこう世界観を共有しながらちょっと何かゲームみたいなのを作れないかっていうので、うん、そういったちょっと新規のモンスターを作ってちょっと確かにあの試みたのは大きなちょっと挑戦でしたねあれも。でここで今となっては大人気のモンスターのティガレックスが生まれると。最初、まあ、メインモンスターを新規で何かしら作ろうって話になったんですけども、うん、モンスターの無印とかに作った設定資料とかめちゃくちゃあるんですけど、ワイバーンレックスって言われる、うん、こう飛竜の原種みたいな、うん、まあ、昔似た生き物みたいなそういうふうな設定のやつがあって、まあ、そこらとかは使えそうかっていうので、うん、まあ、恐竜とかもやっぱ TX とかそういったのもやっぱり人気の生き物だったりとかする、うん、そこらと飛竜、まあ、モンスターをかけを作ることでインパクトの強いものができないかなっていうので、考えたものにはなりますね。あれだっけ僕がガウシカにボコられたんて。あ、そうです。あれセカンドの時だっけ。セカンドの時です、ね。なんか一ノ瀬に呼ばれてテストプレイやってほしいって言われて超強いガウシカでねテストプレイやっててボコボコにされてどっかまでも追いかけてくるガウシカで、最後も丘の上から俺弓打ってたもんそれ見てガウシカ調整しようかな。いや分かったじゃあちょっとまずいかな。どうかけても分かんて。おかげさまで。セカンド G が今までの、モンスターハンタータイトルの中で一番開発期間がやっぱ短くて。そうですね。で初めにコンセプト企画書って作るやん。はいはいはい。あれのバージョン 1.0 っていうのがあって。はいはい。でそれが、2007年の4月の25日やった。実際作り出したのそのもうちょっと後やんだよね。はい、そうですね。っていうと1年やっぱかかってなくて、いやおこちゃかかってなかったですね。実質あれ10ヶ月かかってないかな。それくらいはやってるような気がします ね。ナルガとかもなんかもう即なんか用意してるような気は。そうやね。もう検証なんかできへんかったもんね。ですね。なんかもう早い手が作ろうって。早い手が早い手が。ちょっとね、変化球的なみたいなやつモンスターにしようっていう。うん、ダークヒーローじゃないですけど、ちょっと外したような形のかっこいいやつをちょっとしてみようかっていうので、なんかあの形にはなりましたね。オープニング の、 あのナルガがね、まだ本モデルじゃなかったから、
シルエットだけ見せてごまかせるようにしたね、最後目だけ活かせ、シュッて言ってね、いい感じに、いい感じに盛り上げるために新システムというか、オートマイルを入れるというね、うん、アイルーとかをちょっと動かしてみよう、うん、できるかなみたいな話をした時に、なんかちょっと動かせましたみたいな感じで、うんうんうん、これはいけるって話で案外いけるかもってので次にちゃんがディレクターとしてかかってたのが P サードと、はい、今回20周年であの企画でやった、モンスターの人気投票、はいはい、1位になったジンオーガ、うん、ジンオーガさんすごいですね、生まれてるというところやね、うん、ジンオーガの開発もやっぱり時間めちゃくちゃめっちゃかかったね、これね、正直今まで僕がやった中で一番苦労したんじゃないかなと思いますね。何ヶ月かかった？もうこれもう立ち上げから最後までの2年丸々使ってると思うぐらい、うん、どういったアクションをちょっと遊びのサイクルに持ってくるかとかなかなか決まんなくて、で叩きつけるみたいなところからちょっと遊びを軸にいろいろと来航中のあのサイクルですかっていうのをちょっと作っていったって感じはありますね。デザインともだいぶ最初の段階二足歩行で立ってましたからね当初はそういう風なネタとかもありましたね。初めて、うん、結構和のテーマが入ってくるという、はい、そこでだからまあ温泉、うん、とかもやっぱりここで初めて登場。モンスターハンターとは結構衣食住っていうか生活をベースにした、うん、テーマのゲーム、うん、何か生活感を感じるもの何かないかなって話をちょっとその当時とかの企画のメインの方と一緒にちょっと話してて、うん、洗濯かお風呂ぐらいかみたいな話になって、うんうんうん、風呂はなんか気持ちよさそうやし、なんか温泉とか、まあ、日本人の感覚でいうと、うん、やっぱりこう気持ちよくてリフレッシュする感があるんで、なんかそこら辺のところちょっとモチーフにやりたいねって話してて、うん、もう風呂しかないっていうか温泉しかないっていうので、うん、ちょっと、うん、こう食事に変わるシステムっていうのでちょっと入れた感じではありますね。水中はちょっとこれ無印の時にさ、なんかその一番最初の盛岡のステージで、はい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 、キャンプから出るとアプトンスがいて、で川を横断してアプトンスがこう逃げて、あいつらだけ逃げていける、そうそうそう、でうわもうここ入らせろみたいなこの欲求が強かったよね、うん、そうですね、で欲求は大事にしたいよねっていうのと、うん、まあ、チャレンジは一個や何かやりたいっていうのがあって、うん、まあ、モンスターとこう立体的な関わりができるんだったらすごいいいんじゃないかなっていうので、うん、水中っていうのとメインのモンスターを据えようっていうので、うん、まあ、そこはワンセットでも、うん、面白くならない限り水中はフィックスしちゃダメぐらいで勢いでやってたから、うん、そう、外せるぐらいの覚悟でね、くらいの覚悟でもう最悪埋め立てるっていう、うんうん、ラギアクルスチームみたいなのができた、うん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 、もう絶対おもろするっつってまあ割り切りどころもこっちは提案してたけど、いや絶対もうこのチームレスにやれるのが絶対楽しいし、それを実現させたいしたいですっつって、うんうんうん、すごい意気込みで作ってくれて、360度、ね、いろんな角度で関われるけど、うん、アクセスしやすい感じと、うんうん、なんかそのやり取りがモンハンライクっていう、うんうん、ゲームデザインになってだから、うん、すごいおもれえなこれってなって、うん、でもう実装しよう、水中ちゃんとやろうっていうでですね、うん、まあ、トライ作って、うん、で、まあ、正直僕らその後 MH4 モンスターハンター4そう、ね、作ってたんですけど、作ってたちょっとモンスターハンター4がちょっと思ったより時間かかると、じゃあ間にちょっとなんか欲しいよねっていう話になってじゃあトライを移植してくるのはどうだって初めに話だったんですよね。でも移植だけやったらあれやからせめて水中やからガノトトス足そうみたいなこうやってたら、なんか G9 も入ってるしモンスターめっちゃ入ってるしこれやばないって言ってタンジアっていう新しい拠点まで出てきて、そらそら移植じゃないでしょみたいな、移植じゃないやろもう発表の1ヶ月ぐらい前ですかね、うん、これ G つけようって話になって、トライ G にしたいって言い出して、そっから変わったんですよね名前が。地形周りでちょっとチャレンジしてたっていう、ジャンプ攻撃作りたいとか、高低差ね、そうそうそう、トライのそのちょっと水中の高低差での遊びみたいなのがやっぱどうしてもこう
いいなっていうのもあって、それをもう少しこう陸に持ってこれないかっていうのもあって、当時のゲーム、アクションゲームのスタンダードがもう高低差ありきのレベルデザインにもなってきてたから、まあモンスターハンターっていうゲームが今後も戦っていくためには、高低差のあるフィールドに自分たちものちゃんとやらなな、やばいろっていうので始めたっていうのもあったから、やっぱりでもここで高低差入ったのはすごくやっぱ大きかったですね。そうね、できるっていうのが ね、それが上からのアプローチとか、下から上を取られた時どうしようとか、いろんな思考がこのフィールドの地形に対しても考えれるようになったっていうのは、やっぱモンスターが対応する、プレイヤーが対応するっていうのが大きいから、まあ、それができるようになったのは良かったかな。他方で言うと、まあ、ゲームスタートした後にこう、ね、ドラマチックなところから始まるみたいなね。そうそうそう、4はとにかくそのいろんな要素を分かりやすくしようというか、キャッチーにしようっていうので、ね、もうちょっと開放感のある、テーマにしようって冒険っていうのもすごい分かりやすいキーワードを1個入れようって言って、冒険って拠点を転々としながら、まあ、お話が進んでいくっていうのは1個やりたいんです、だからそこにキャラクターもすごく必要だし、描かないといけないその物語もやっぱしっかり描かないとこう展開作れないから、だからそこは一番方で取り組んだのかな、ここで、現状の全14武器種が揃うんですね。全部のね、総中コンとチャージアックスが追加されると、そういうジャンプに結構フォーカスしたゲーム性だったから、そういうのをユニークなその性能として持っている武器があってもいいんちゃうかっていうのと、これも無印の頃のイラストなんやけど、なんかこう鷹匠みたいな、鷹を操る職業みたいなイラストがあって、なんかおもろいことできんかっつって、まあ虫を操るそのコン、総中コン、チャージアックスの時はもう分かりやすい武器作ろうぜみたいな、まあ、あのスラッシュアックスとこのちょっと対になるような、もう分かりやすい武器作ろうっつって、まあ、合体変形が、まあ、結構コンセプトにある武器で、コアマガラが今回のモンスター総選の人気投票、でやっぱり北米だったら、なんかやっぱりね人気あるんですね。特にコアマガラってテーマ的にダークヒーローみたいなのがあったじゃないですか。そうそうそう、それで結構海外で受けたって、受けてて嬉しいですよね。そうね、海外だと 4G かな、とか、まあ、展開した時も海外のコミュニティを感じるようになってたから、トライから取り組み始めて、で 4G とかでも結構やってですよね。そうそう、だからいろんなとこでちっちゃなこのイベントやってるのもちょっと顔を出させてもらったりとか、まあ大きなコミュニティとちょっとコミュニケーションを取る場を作ってくれたりとか、まあその頃からすごい感じてたけどな。モンスターハンタークロスだよね。はい、そうですね、はい、これ実はあの全然違うタイトルだったよね。最終的にはちょっといっちゃんと僕でやるって話になって、それまで作ってた別のゲームとかあったんですけど、まあ、それやめてで、まあ、今回何しようって話に、まあ、りょうさんと合流して、でりょうさんからもう、あれ提示してもらったのがお祭り感、ね、で一言お祭り感以上うちらスタッフ全員おおってなって、そこからあの鍵技やスタイルとか四大モンスターがお祭り感から生まれた。よくできましたねみんなよくそんな、ね、キーワードでここまで、ね、広げてくれたわっていうぐらいけど、岩中のところで言うとやっぱり鍵技とスタイル、はい、3DS できるタイトル、まあ、それも何タイトルか出てきてるんで、やっぱりちょっと、ゲーム的にも何かちょっとアクションの部分で新しさとかがないと、やっぱマンネリはちょっとし始めるかなっていうので、既存の武器のところに何かちょっとシステムを加えることで遊びを広げられないかなっていうので、ちょっとこういったシステムをちょっと入れることになりましたね。お祭り感とこのキーワードのところから、あの懐かしかった頃に戻れるみたいな、そういったものにしたかったので、過去にあった村とか、そういったものを、ね、はい、持ってきたりとか、まあ、4つの拠点か、でその4つの拠点にそれぞれ4つのモンスターを置いてって感じで、まあ、キーワードを4っていうものにしたんで、スタイルの数も4だったりとか、
そんな感じでちょっとまとめていったって感じにはなりますね。4大メインモンスターの中で、はい、まあ個人的にはその後結構厄介のがガムート。なんですか。でかい。でかいのが厄介なんですか。結構ほらあのあっこに出そうとかってなった時に、ああそういうことそういうこと、あいつどでかいから。でもあの当時はでかいマンモスが出したかったんですよね、うんうん、どうしても。でも全然ガムートなんかいい感じにすれば出せるんじゃないですか。、うん、そうやね。ガムート子供とかおらへんのかな。ちょっとちっちゃめのやつおれへんから。この時に出たのが、まあ、お祭り感もあってニャンタオトマイルのとこ、まあ、ちょっと何かしら手を加えた方がいいかなっていうので、うんうん、実際もうプレイヤーとして遊べてみても、うん、まあ、お祭りっていうことなんであれば、うんうん、いいのかなっていうので、最初やっぱゲーム的にどう調整しようかなってところもあったんですけど、もうかなり遊んでもらって、うんうんうん、今でもやっぱりユーザーの人とかね、うんうん、ニャンターとかないんですかっていうような意見とか、やっぱそういうの目にしますもんね、うん、それね、うん、クロスが発売されて、まあ、その後に、まあ、タイトル名としてはダブルクロスと、市原君はディレクターやってくれてて、エグゾプライマル あのディレクターやってる平岡がメインプランナーでやってくれてて、当然の流れとして仮技と、まあ、スタイルを足すんだろうなっていうのはあったんやけど、はい、スタイルを2つ持ってきたよね。そうですね。すごい調整量が G になって作るものと掛け合わせがすごかったですね。そうそうそう、前の仮技とかにも全部掛け合わせ見ていかなあかんから、はい、結構2つ足すってえらいことなんですやけど、やりますって言って最後まで走り切ってくれて、で、ここでまあモンスター的生まれたのが、これも結構大人気、バルハルク。バルハルクって、うん、ちょっと一風変わったモンスターに見えたと思うのね。あれって、まあ、どんな経緯とか。元デザインのところシャチベースとかなんかそんな感じじゃなかったかな。そこからちょっと、まあ、空飛んでるもんなんで、うん、最終的に今の形になったっていうのは、鳥とかそっち側の方か、はい、そしてここでなんと二つ名でモンスターがこの、はい、メインアンモンスター扱いですね、入ってくるっていうね、はい、ここでオーマ、ディアブロスとめちゃくちゃ強かったですね。強かったな、うん、早かったなです、ね、モードも複数切り替えて、うんうんうん、後半に行くほどか、うんうんうん、だんだん戦闘スタイル変わってて、こう、うんうん、ゲームでも手に汗握るような。そうやね、まあ、ディアブロスって、ね、うん、初代から出てるんやけど、はい、ここでね一番スポット当たったかもからね。確かにそうかもしれないですね、うんうん、特徴的な色にもね、うんうん、してたんで、うんうんうん、結構印象にはの、ね、モンスターになったんじゃないかなと、まあ、2つなの中でもとは思いますね、うんうん、ワールドの、ディレクターの徳田を呼んでますので、ワールドとかアイスボーンの話をちょっとしていきたいと思っておりますと。で、まあ、ここでやっぱり、グローバルをちょっとやっぱ意識しようというところも出てて、でもきっかけで言ったら 4G のテストやもんな。あ、そうですね、 4G を、まあ、海外の方にプレイしていただいて、うんうんうん、意見をいただこう、フィードバックもらおうっていうのを、うん、海外の方の反応って結構ダイレクトにわみたいな、なかなかこう答えるものがあって、なんで門前払いとは言わんけど、うん、なんかそれぐらいの勢いで結構徳田がこう苦労的だもんだから、かなり気合が入り直したというかね、うんうん、そうですね、次のゲームの水準というか、うん、そこでやらないといけないところを改めてこうぶつけられたっていうか、これはありましたね。今回やっぱりそのナンバリングをやめたというか、そのタイトルとしてもちょっと自分たちのテーマをやっぱりタイトルにつけていこうって話、うん、あれ開発名やったもん、ね、そうそうそう、コードネームがワールドだったんです。なんか気に入ってもうて、もワールドええわみたいな、嘘やろってワールドスタンダードしようぜってワールドにしてたやつ。そうそうそう、環境利用、まあ、モンスターも含めていろいろ考えて遊んでもらおうみたいなところがあったと思うけど、ここ大変やったなみたいなってある？縄張り争いだもんな、うん、そのモンスターを誘導してそのぶつけ合うっていうのが行為として面白い、うん、面白くなりそうだまでは分かるけど、本当にそれをゲームとして遊び出した時に
それにこうどれぐらい価値を見出せるかみたいなんてなかなかこう伝わりづらいというか、まあうね、まあ、プレイヤーが、ね、関与しないって思われがちっていう、ね、最初実装した時に、結構あのチームにも効率重視のプレーをする子だとかで、うん、狩りの効率を回すのが好きみたいな人がいて、その子がこんなのめんどくさいし誰もやらないんじゃないですかみたいなことを言ってたんですよ。でその後にダメージ表記を実装したんですよ。あ、そうだね。プレイヤーが普通に攻撃すると10とか20とかしか桁が違うかったですね。直われてバーンと外したら1000以上ドーンと入った瞬間にその効率重視の子があれ使わないのおかしいっすよみたいなくるって変わってあ、その時に縄割り争いもダメージ表記もいけるな。そうワールドのその数字の実装っていうのは、うん、モンハンにとってはすごい革命だし、僕としてもすごいそれは感じて、うん、今回あのモンスターの人気投票やって、2位がネルギガンテ、うん、で、ネルギガンテのこだわりってやっぱまずあの古竜が集まる、まあ、生態系を含めたお話にしたいっていうのがあったんで、うん、何がいいかなって考えてふと破壊と再生言ってたねそれを隣にいた藤岡さんに破壊と再生どうすかって言ったらおもろいなって再生能力あるからこ そ, その自らが傷つくことも厭わず攻撃するみたいな、そのアクション性も含めて体現できたら、まあ、張りのあるモンスターになるんじゃないかなみたいな。だからアイスボーンの最後もネルギガンテに美味しいとこ持っていかしたかったよね、生きてたみたいなあのネルギガンテらしいこのなんか持っていき方がちょっとあれはなんかやりたかったよね。ワールドでは結構タイトルアップデートでコラボとか結構多く入れたんですけど、逆に言うとアイスボーンは既存モンスターシリーズモンスターの人気どころをちょっと入れていこうっていう、そうそう、単純に僕の一個の心残りというか手強いモンスターがちょっとコラボキャラばっかりだったんで、やっぱちゃんと自社の、うんうん、自社というかモンスターハンターのキャラにしたかったよね。だからミラボレアスはもう最強にするミラーは、ね、ミラーは揉めましたね最後の最後まで出せるかどうかっていう議論をずっとしてたね。ステージも足すし、うん、お話も作り出すしです、ね、ムフェトからアルバトリオン、うん、でミラーまでちょっとこう伏線をちょっとずつ張りながらミラーに持っていってたから、うん、ラインでこうつなげていこうみたいな、うん、やっぱ締まりましたね、うん、そういう意味ではねすごい締まりましたね、うん、今でもずっと遊び続けてくれてるし、やっぱりそのワールドアイスボーンっていうのはちょっと ああいうこの世界観の広がりであったりとか、その本当にモンスターハンターの世界って結構ねずっとこだわったところが一気にこう広がったというか感じがしますよね、うん、ラージャンの、うん、キャプチャーの映像を出したんですか、はいはいはい、昔はもう全部手付けだったじゃないですかモンスターの。だいそうだね、うん、でモンスターもそろそろやってみるか、うんうんうん、キリンのこう角バキッて折るとこペットボトルバーンって折ってうわーってやってみて前話したけどそれ徳田があれでしょ。そうですよ、ドスの時に大闘技会そうでキリンの角を食べるとめちゃくちゃ強くなるっていうのあれが成人の儀式なんですよとかいろいろ言っててそれを回収してくれたんですよねまたちょっと、まあ、ちょっと和のテイストが入ったようなところに、まあ、もう一回チャレンジっていうことになったんだけど、うん、そうですね、ライズの場合はワールドとは、違ったスタンスのゲームにしたい、うんまあ携帯機、うんうんの特徴を生かした感じの遊びのサイクルだったりとか、うんうん、そんなものにしたいっていうふうな話を受けていたので、世界観だったりとか、うんうん、そういったものをちょっとどうしようかなって時に再度そのモンスターハンターのとこ中でその和のテイストとか、まあアジア圏のなんかネタみたいなのをちょっとやってもいいのかなっていうので、うんうん、ちょっと、テーマに今回ちょっとしたって感じではありますね、うんはい、モンスターのモチーフも結構、まあ、今回、ライズの時は結構ユニークにちょっと妖怪とかをちょっとテーマに入れたりとかすることになったと思うけど、はいはい、その辺のはどういう感じなの？もう少しテーマ性とかをそれぞれ持たせれないかなっていうので、少しより具体的に、妖怪をテーマとか何かちょっと分かりやすい共通のテーマ性みたいなのを持たせることで、過去作のモンスターとかともちょっと違った、ものを作れないかなっていうので、そういったものをちょっと、お題として出させてもらったっていうのはありますね。
で、まあ、あのシステム的なところでいうとやっぱかける虫っていうのはまあ初めて入ってくる、まあ、あのシステムになるんだけど、うん、ちょっとゲームのその地形を使った遊びってもちょっと考えようかって時に、うんうん、こう壁に張り付いたりだったりとか、まあ、地形でいろんなことをしたいっていうところがあり、あとワイヤーを使ったようなアクションっていうのをちょっと足したいなっていうところから、まあ、単純にワイヤーでフックをかけてなんか登るとかそういったものではなくて、まあ、ちょっとせっかくモンスターハンターの世界なんで何か生き物を使った形で、うんうん、そういったものをちょっと表現しようっていうのがあのかける虫だったりしますね、うんうんうん、はい、まあ、お供でいうとここでアイルじゃないお供としてガルクが、まあ、登場するっていうことになる、はい、犬ファンの形が、うんうん、犬とかも何かしらの形出えへんかなみたいな話とかで、うん、そのお供の形でかできないかなっていうところからアイルと同じような獣人の形した犬のままだと役割的にはあんまり変わんない、なるんでちょっとガルクの方はちょっと四つ足の本当に獣、うんうんうん、いやモンスターですねの形で、まあ、ハンター側の方に協力してくれるモンスターという生物としてちょっと、新しく作ったっていう感じにはなってますね。はい、ここからは、鈴木ディレクターを呼んでますので、サンブレイクの方の話を聞いていきたいと思いますと。よろしくお願いします。はい、よろしくです、はい、世界観のところやねんけど、で、まあ、今回ちょっとテーマをライズを変えたところの理由っていうのは、もう一度その和の世界で行くよりもあえてここは漁夫に倒すことで、うん、まあ、西洋の、まあ、妖怪ではないんですけれども、うん、やはりモンスターという存在がたくさんいますので、うん、まあ、そこら辺をモチーフにした、うん、まあ、絵代わりとそれからその遊びの変化といったところと違った登場人物を出すことができるかもしれないといったところを、まあ、総合的に考えたときにここはあえて洋風でチャレンジしてみようというところで、うんうんうん、企画書を書かせていただいてと、まあ、もちろん、西洋や洋風の世界で、まあ、進めていこうっていう話、企画自体は立てていたんですが和風の路線っていうのも、企画自体はベースはありました。へー、はい、なので、アートまでは書かれてるんですよ。陽気払いの里というところでですね、まあ、本当にその陽気払いの里で、カムラの里の面々が、まあ、また活躍していくといったようなルートっていうのも、まあ、自分の中では、温めてはいたんですけれども、まあ、残念ながら日の目を見ることはなかった。フロンティアからモンスターが、はい、まあ、久々にというか、はい、エスピナスを持ってきた。あれの経緯は、ちょうどその開発を始める少し前ぐらいのタイミングでモンスターハンターフロンティアがサービス終了を迎えたタイトルでもあったんですね、まあ、遊べなくなってしまったそのユーザーの皆さんにそのモンスターハンターフロンティアの要素っていうのを何かこう届けられないかなっていう気持ちが一つあったのと、で、まあ、もう一つはそのモンスターハンターのフロンティアのモンスターっていうのは新鮮に感じられる部分もあるんじゃないかなと、まあ、そういった面から、一体モンスターを出してみようというふうに考えまして、モンスターハンターシリーズにおいて、まあ、直近の作品において、まあ、マッチするモンスターはどれかなっていうのを考えた時に、まあ、生態であったりとか、まあ、もしくはアクションであったりとか、そのあたりをまあ考慮した結果エスピナスという一体を選ばせていただいたということにはなりますね。なるほど。でモンスターで言ったら、まあ、サンブレイクって結構 DU でも達成だよね、はい、やっぱメルゼナネスシメレタンはなんか閉まったね。そうです ね、 ね、直前でまずはその雨妻が土で、うんうん、ライズから続く流れのところを一度完結をさせていただいて、はい、で次に、最後メルゼナのところでしっかりと、ラストを飾る、うんうん、ラストを締めることができたっていうのは、まあ、開発スタッフ一同にとってもすごく、大きなものだったかなというふうに思います。そうですね、最後にメルゼナに締めて、はい、ね、綺麗にしまったなって感じで良かったね。はい、デモとかもちゃんと作ってくれてて、ね、ちゃんとなんかストーリーの補完とかもなんかできたのがすごい良かったって感じかな、うん、はい、ありがとうございます、うん、